見つめ合う視線のレーザービームに、あ、どうも、薄毛チックジャパン代表の大西裕次郎です。さあ今日もランチングゴーということで、本日は浪柳弘法山のふもとにあります豊満さんですね。味どころ豊満さん、行ってみましょう。唐揚げ定食、あと昔ながらの中華そばも。はい、どうぞ。はい、どうもです。こちらから来ますけど、はい、どうぞ。本年もしばらく待ちください。はい、
お茶ありますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、ご飯よかったらおかわりしてくださいね。あ、ほら。サービス。持ってます。まあ、大丈夫です。Good to hear.
お疲れ様でした。お、いや、惜しかったな。土曜マンさん。はい、テラマッケーで本日は松本市浪柳工房山のふもとにあります味どころ豊満さんにお邪魔してがっつりランチングしてまいりました。いやー、美味しかったですね。唐揚げ定食にラーメンでね、最初大衆食堂的な雰囲気なのかなと思いきや、中はね、明るくて綺麗でとても上品な空間でございましたね。でお店の皆さんがとってもいい方でね、いろいろお気遣いいただきましてありがとうございました。で夜は夜でね、また面白そうなので、機会があればぜひ行ってみたいなと思います。はい、今日も満腹時間生え際億千万の毛が欲しい、まばゆいくらいに薄毛チークやばー。